そうだな。そしてあれだよ、俺は本当な、鈴木じゃあ信じてくれねえかもしれんけどな、俺本当に若い頃はモテてな、どうしようもねえぐらいもらったんで、バレンタインとかもな、あの下駄箱開けたらバーッ出てきてな、本当にもうあの時は俺はもうあのキムタクって言われてな、だからな、神戸のキムタクって言ってたよな、本当に。ああ、そうだね。だから、結構今はな、こんなんだけどもな、はい、学生時代っていうのは本当に素敵な恋とかもしててな。ああ、そうなんですね。なんか、彼女が初めて家を産んだ時に楽しかったな、あの時な。はい、部屋のウェットのところでな、一緒にくっついて。はい、いやあの時は本当に青春だったなと思ってるわ。今でも最近は、可愛い女の子とかうろうろ歩いてるけども。ああ、そうですね、そうですね。また、あの頃だったらな、あの頃だったらアタックできたんだけどな。はい、今じゃもうダメだよな。もう遅いよな。遅いよな、本当に。うまい。でもいいのか、次いいのか。僕は、いますよ。あ、いるんか。はい、います。羨ましいよ、それね。とんでもさん。紹介してくれ。紹介してくれ。紹介してくれよ、俺は。でもあれですね、もうすごいですね、もう定時で上がって、結構本当にもう終電間際まで、昔の話するって、なんかすごい、人生楽しかった。長いよな、もう。ずっとだから本当にな、楽しくて、楽しくて、本当人生っていうものは長いなと思うよな。思いますね、確かに。そうか、今日何時上がりだったんだ、今日は。今日はちょっと19時ですね。19時上がり。あ、そっか、でも早かったな、じゃあな、上がりやな。いや、19時ですけど、いいじゃないか、上がり早かったら、そっか。23時半そうか、まあまあでもいいだろうな、楽しく話がな、結局長くなっちゃったら大丈夫な、思ったよりもな、はい、まあとにかく本当に持ってたっていうことは、あの信じてほしいわ、信じてほしいわ、で今度よかったらあれだな、どっかナンパでも行こうかい、ナンパとかどっか、今の子はしないか、あんまりな、昔の子はしないか、ちょっとしないですね、しないよな、そっか、まあまあでもあれだよな、鈴木も、はい、これからもな、後輩とかも出てきてくるからな、はいはい、後ろの立場として、うん、これからもいろんなところを、後輩とかの教育もな、はい、頼むな、はい、はい、そうだな、はい、じゃああれか、はい、終電も、もう出ちゃってるな、あ、終電が出ちゃってる、あ、待ってください、待って、え、出てますね、終電出ちゃってる、うん、だからもう、気づいてなかったのか、今気づきました、もう終電ねえよ、これの時間な、あ、じゃもうタクシーで帰りますね。タクシーで帰る？はい。あ、じゃあ、な、俺がなんか話付き合わせて申し訳なかったから。え？金出すわ。あ、本当ですか？すいません、気づかしちゃって。いや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 。すいません。これね、まあまあ、帰ってくれ。乗れるか！言うよ。